ということで皆さん、最新199話見ましたでしょうか。第199話を一言で言うとすれば、天使と打点でしょうか。将棋の展開でツイッターのトレンドにも呪術廻戦が乗るほどエグい展開でした。ということで今回は呪術廻戦最新199話について徹底考察していこうと思います。本考察動画は本誌単行本で199話を見た方への内容になっておりますので、必ず一度お読みになってから閲覧するようお願いします。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。第199話のタイトルはあだ名。桜島コロニーではですね、呪霊の親がついに領域展開を発動。しかし鬼神へと至った全員巻きは、なんと領域展開キラーへと変貌を遂げ、直哉を瞬殺。そんな中注目の第199話は、いよいよ死滅回遊が次なる展開に突入します。そんな199話の考察テーマは大きく、桜島コロニーのその後、死滅回遊の変遷、クリスハナの天使の正体、打点スクナ。それでは考察をお楽しみください。前回第198話で呪霊直哉を一刀両断にし、緑天界時報月宮殿を崩壊させた全員巻き立ち桜島コロニーチームですが、気になっていた瀕死の鴨範俊の様子も描かれました。やはり範俊は立つのも厳しいような重傷でしたが、なんとか生存した様子。そして新キャラである2人のプレイヤー大道鋼とミオ60氏も、範俊と同程度の重傷とのことで、合計3人が戦闘不能なレベルまでダメージを受けてしまったことになります。そしてこの桜島コロニーで鴨範俊が自らの命を軽視して戦っていた理由も明かされます。カモ家のトップに立てなかった私に価値はない。そう、カモノリト氏は自分自身が送電の術式である赤血槽術を使えることを買われ、本家に養子として迎えられたため、賢者に当主の座を奪われた現状で自分に価値を見出せなくなっていたんです。しかしそんなノリト氏にマキは諭します。もっと話し合うべきだったのかもしれない。結局母親が私たちにとって何者なのかわからないまま終わらせちまった。同じ鉄は踏むなよ。今ではその真意はわかりませんが、自身疎んでいたと思っていた母親が死の間際にマキの障害となるであろう直哉を包丁で刺していたことを直哉自身から聞いて、マキはもっと母親と話せばよかったと、そして範俊にはそうなってほしくないと言ってるんです。そしてその答えは僕たち読者にだけ知らされます。範俊の実の母親とまだ範俊も知らぬ弟が登場し、カム範俊に対する愛情を吐露するんです。範俊ってその家では意味ななんだけど、あんな家早く捨てて私のところに帰ってきてねって本心を込めたんだから、大丈夫かな、優しいかな、優しい私の息子だもん。そして範俊はですね、母親に深く愛されていたんです。さらにですね、この描写が挿入された意味は、今のところですね、範俊とマキの心情の整理にしかなっておらず、描かれる必要性が少し低いかと思うんですが、後々重要になる可能性がある。それが第0巻で五条悟が発したこのセリフ。これは持論だけどね、愛ほど歪んだ呪いはないよ。そう、呪術廻戦において愛は強い呪いとして描かれているんです。つまり鴨範俊は母親から深い愛を受けていたので、送電の術式である赤血槽術を使え、全員巻きは母親からいびつではあるものの深い愛情を受けていたので、最強クラスの天陽呪縛を得た可能性があるんです。いよいよ第199話にて死滅回遊が次なる展開を見せます。それが天使クリスハナとの会合。東京第一コロニーにてレジーとの激戦の疲れとダメージから倒れてしまった伏黒でしたが、11月14日、伏黒は目を覚ますと、そこはホテルの一室。どうやら丸2日意識を失っていたようで、おはようございます、よく眠れましたか、運命の人。その場にはなんと伏黒を助けてくれていたクリスハナがいて、虎杖も合流していたんです。さらに最強のコメディアン高場文彦もどうやら仲間に加わってくれた模様。そしてですね、伏黒が現状を確認すると、伏黒積み木を助けるためのルール追加に必要なポイントは十分に集まったとのこと。あとは残りのルールを追加した後で積み木に100ポイントを譲ることで死滅回遊から離脱させることが可能となりました。これで伏黒と虎杖の一番の参加目的はほぼ達成されたと言っていいでしょう。そしてここで一度死滅回遊がどうなっているか現状を整理したいと思います。物語の黒幕賢者が仕組んだ呪いを持つ者たちによる殺し合いのデスゲーム死滅回遊。虎杖たち死滅回遊を平定したいチームが、この死滅回遊に参加する目的は大きく3つ。1つ目が賢者の討伐、2つ目が五条悟の獄門教からの解放、そして3つ目が伏黒めぐみの姉、伏黒積み木を救うためのルール追加。そして作中でコロニー内の状況が詳しく描かれている場所はというと、東京第一コロニー、東京第二コロニー、仙台コロニー、桜島コロニーの4カ所です。それぞれの状況を詳しく見ると、東京第一コロニーでは虎杖悠仁が火車ひろみと戦闘、そして和解して100ポイントを使ってもらい、目的の1つであるプレイヤー間でのポイントの移動の許可というですね、ルール追加をしてもらうことに成功。
成功しています。その後ですね、ヒグルマは人を殺した罪の意識からか戦線から一時離脱。ちなみにですね、イタドリの中学時代の知り合いだったアマイリンはですね、現在行方知らずとなっています。さらにですね、伏黒めぐみは過去の術師レジーと戦闘、再結晶の術式に大苦戦しながらも伏黒が死闘を制し、レジーは死亡。そして伏黒を騙していたレミは逃亡し、力尽きて倒れた伏黒を天使クルスハナが保護します。余談なんですが、伏黒と共闘していた高場文彦は生存し同行中、そしてレジーの仲間であったハゼノキよりも生存しているんですが、現在失踪中となっています。そして同郷第2コロニーでは、明るい金次が鹿島締めからポイントを奪うこと、パンダがクルスハナ捜索を目標として行動開始。しかしパンダが鹿島と出会ってしまい瞬殺されてしまう。そこにですね、明るいが助けに入り、激闘の末ですね、条件付きで鹿島が仲間に加わり、さらに鹿島の100ポイントを譲ってもらいました。ちなみに明るいは片腕を失うも近々復活予定ですが、パンダは受害の大部分を失うですね、損傷状態なので、パンダの復帰にはしばらくかかると思います。そして仙台コロニーでは、おこついたが4人のプレイヤーと対決。ドルブラクダワラーを瞬殺した後、特急呪霊クロール氏を払い、石ゴリ竜とウロタカクを倒したところで、ポイント譲渡可能のルールが追加され、おこつは2人を殺さずポイントを譲渡させ190ポイントを確保。さらに直近の桜島コロニーでは、全員巻きカムノトシの元にですね、呪霊化した全員名古屋が吸収。突如現れたプレイヤー大道鋼とミオ60氏とともに、これを撃退し、マクは目も復活し5体満足なものの、カムノリトシ、大道鋼、ミオ60氏は戦闘続行不能な重傷を負っています。とですね、概ね現状は、伏黒積み木を救うためのルール追加に向かってイタドリたちは動いていました。そして死滅回遊ではですね、100ポイント支払うことでルールを追加することが可能なので、これを利用して戦わなくてもプレイヤーをですね、死滅回遊を抜け出すための仕組みを作ろうとしていて、必要な追加ルールは4つあります。1つ目に、プレイヤー間のポイント譲渡と可能にすること。2つ目に、100ポイントを身代わりに死滅回遊から離脱できること。3つ目に、電波遮断を解除し連絡可能にすること。4つ目に、コロニーを出入り可能にすること。この中でですね、1つ目のポイント譲渡に関しては、ヒグルマヒロミが100ポイントを使い追加済み。さらに連絡手段はマキとウユによって確立できているので、2つ目の100ポイントを身代わりに死滅回遊から離脱できること、4つ目のコロニーを出入り可能にするというルールをですね、200ポイントを使って追加し、100ポイントを使用し伏黒積み木を離脱させる、合わせて300ポイントの取得が急務でしたが、明るい賢治が100ポイント、乙骨が190ポイントを取得し、この場にいる伏黒、高場、クルスのポイントを合わせれば合計359ポイント、つまり必要な300ポイントはすでに超えていることから、伏黒積み木救出に関してはほぼ達成と見ていいでしょう。しかし一つだけ気になるのは、伏黒の頃のセリフ、あとはルール追加後何点で死滅回遊から離脱できるかだ。そう、100点で死滅回遊から離脱できるというのは、あくまでイタドリたちの想定。そして伏黒が作戦会議当初から死滅回遊の永続に定着することを気にかけていたので、その代償として離脱に必要なポイントは、例えば1000ポイントといった法外なものになる可能性があるんです。とはいえ現状この懸念は仮定の話なので、一旦置いておきましょう。そうすると次の大きな目的は五条悟の解放になります。そして術式の無効化により獄門教解除ができると思われる天使クルスハナは伏黒たちと一緒にいるので、クルスハナとの交渉が成立すればぐっと目的達成には近づくと思いますが、後ほど交差しますが、代わりの条件が打点、つまりスクナとイタドリの死になるので、もう一波乱予想されます。そして天元の護衛に回っているのがつくもゆきと長宗、死滅回遊に参加しているものの詳細が明かされていないのは三輪霞、西江宮桃、もウユイ、そして参加しているか不明な主要戦力が犬巻トゲ、東堂葵、ガッガンジヨシノブ、草壁敦也、家入翔子、伊織歌姫、井野拓馬、メイメイ、ミゲール、この辺りでしょうか。そしてですね、現状死滅回遊平定チーム側の状況としては、ルール追加のポイントは足りていて、無事集合できれば目的は達成。五条悟を助け出すための天使クルスハナは獄門教解除は手伝ってくれるものの、代わりに打点、つまりスクナを殺す手伝いを要求。賢者への対応は後回しにしている。呪術総監部から狙われている。まとめるとこんな感じになります。そうすると考えられる展開としては、先ほど紹介した未登場キャラたちが状況が分からない残り6つのコロニーで平定に向けて動いている。賢者への対応を進めている。呪術総監部側についている。この3パターンで動いていることが予想できるので、賢者の持つ爆弾が発動するまでは死滅回遊はますます複雑化し混迷を極めていくでしょう。そして今回第199話でようやくクルスハナのスタンスや目的が明かされました。伏黒を助けてくれたのも、イタドリ高場コンビと合流したのもクルスハナのようで、どうやら表立って死滅回遊平定チームと敵対するつもりはないようです。そして天使の目的は受肉したプレイヤーの一掃です。プレイヤーたちは受肉の過程で器の自我を殺し沈めているため、神の断りに反するとのことで、天使の心情に基づいてプレイヤーを皆殺しにしたいよう。ちなみにこの神については後ほど考察します。
ということはですね、賢者の目的を邪魔する方向に動くということ、そして天使とはですね、クルスハナ自身のことを指すと思っていたんですが、天使は私だよ。なんとクルスハナの体から口が生えてきて、イタドリがお揃いと言ってるようにスクナそっくりに声を発したんです。そう、術式の無効化を持つ天使とはクルスハナ本人ではなく、クルスハナを受肉体として復活したこの口の主であることが明かされます。そして第145話で天元が話しているように、天使は1000年前の術師、つまりですね、術前世の平安の世に生きていたので、スクナと並ぶ最強クラスの術師である可能性があります。ということは必然的にこの天使はクルスハナが呪物を摂取し、彼女を受肉体として現世に権限したスクナと同様に特別な術師と言えそうです。つまり天使が打電であるスクナを狙っているのは1000年前の因縁であることはほぼ確実なので、作中で術前世の世がどのようなもので、どんな因縁があったのか、スクナと天使をめぐる1000年前の回想は現代の様々な出来事の原因として確実に語られると言えるでしょう。そして両面スクナが実在する仁徳天皇の頃の鬼人であることから、天使も1000年前の実在する人物である可能性が高い。さらに天使というのは平安の日本にも存在していて、京都に現存する平安時代に創建された五条天神社は平安京に遷都した当時はですね、天使の宮、天使の社と呼ばれていたんです。そしてこの天使の宮を創設したのはあの空海とのこと。つまり天使とは皆さんが想像するような西洋の天使の意味ではなく、日本の平安時代にも存在した単純に天の使いという可能性が高い。そしてここで言う天とは、現実で言うとですね、天皇あるいはその背後にいる神の意味、呪術廻戦において天を意味する言葉といえば、そう、天元です。つまり天使は天元の使いである可能性が大いにあり得る。だとするとあり得るのは当然ですね、天元の直属になれるほどの呪術の頂点に位置する人物、実在する巧妙な人物で言うと、先ほど挙げたような空海や最澄といった仏教のビッグネームが登場するかもしれませんが、この天に使える呪術師が天使であるならば、人類にあだなす鬼人両面スクナと敵対しているのは当然であり、彼を滅ぼすために現代に受肉するというのも自然な流れだと言えます。バカが口を滑らせる前に教えてやろうと思ってな。打点は俺だ。久しぶりに和やかに進んでいた第199話のラストで、とんでもない衝撃発言が出ました。なんとスクナこそが天使を探していた打点であり、つまりスクナイコールイタドリを殺さなければ、五条悟が封印されている獄門鏡は解除できないということになってしまいました。そしてですね、イタドリの現在の精神状態は渋谷事変での大量虐殺のせいで、自ら死のうとしていたところ、伏黒の要請を受けて戦っている状態、つまり死ねと言われたら簡単に死んでしまうような精神状態。これを分かった上でスクナが自らを打点だとバラしたのは、次回でスクナがイタドリにさらに何かを話す前段だと思われます。つまりスクナは殺されるのを良しとしないので、打点であることをバラしたら、その場にいる全員を殺すことをイタドリに伝えるのではないかと予想します。そして次回以降、さらに平定チームの関係性が複雑になるのは明らかですが、ここで気になるのは天使と打点スクナの関係性です。この二人の関係性が1000年前に起きたこと、ひいてはスクナの目的などにも深く関係しているのは明らか。だとするとなぜ打点と呼ばれているのかが分かれば、スクナのことが深く理解できるはずです。そして先ほど考察したように、天使は天の使い、つまり天元直属の呪術師である可能性が高いんですが、打点を打天使と解釈できるのであれば、もともと天使だったものが裏切ったもの、つまりこの解釈が正しいならば、スクナはですね、もともと天元に従う呪術師のトップだったのが、己の野望のために天元を裏切り、1000年間暗躍している打点ということになります。そしてですね、スクナの発言にもヒントがあります。バカが口を滑らせる前に教えてやろうと思ってな。このバカというのは打点がスクナだと知っている人物のことです。でないと口を滑らせることはできません。ということは消去法でバカイコールクルスハナに受肉した天使だとわかります。ということはですね、天使と打点スクナは顔見知りということ、そしてこの2人が顔見知りということは、スクナが天使から裏切って打点になり、この天使がスクナを殺すのを目的にしていることから、スクナが打点になった時期はこの2人が生きていた共通年代である1000年前であり、そこでおそらく天元スクナ天使に関わる何かが起こって、スクナと賢者が人類に敵対し暗躍するに至ったということでしょうか。という感じで考察してきたんですけど、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。